小沢仁志が15日、自身の YouTube チャンネルを更新。お笑い芸人の千原ジュニアをゲストに迎え、俳優、渡瀬恒彦さんの喧嘩最強伝説を明かした。実は、武闘派だった渡瀬恒彦さんすべての写真を見る、2枚、30年ぐらい前の話と断った上で、当時の喧嘩話を回想。小沢が片桐隆二ら悪役俳優が所属したピラニア軍団とお酒を飲んでいた時に伝話があり、常さんがヤクザと喧嘩してるから応援に行かなきゃダメだ。みんな集まれって。歌舞伎町の区役所通りで渡瀬さんがヤクザ3から4人と殴り合ってるんだ。常さんやっぱり強いじゃん。ヤクザが、てめえらどこのもんだって、聞いたら、東、えいだこら、と言ったらしい、笑いと明かした。ジュニアが、渡瀬さんってほんまにすごいんですねと感心すると、小沢は、横浜でヤクザと揉めて拉致されたから常さんを救いに行かなきゃ、いけないとか。そんなのよく聞いてた、よと振り返った。ジュニアが見た感じは温厚な感じですけどと質問すると、小沢は温厚だと思ったことがないね。奥を知ってるから。皮かぶってるだけだよ、狼が羊のと表現していた。